こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。チラシという検索ワードで出品検索してみた。いらない不要品で稼げるなて超幸せです。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい、えー。この動画では、チラシという検索ワードで移差してみましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。えー、こちらですね。こちらに、えー、チラシと、えー、検索ワードに入れてください。で、こう、完了ですね。 はい、えー、そうしますと、こういった結構ですね、あのー、出てきます。で、ちょっと気づいたのは、ですね、美術館とか、宝塚ですね。で、人気アーティストですね、非売品ですね。はい。あとは、そうですね、まあいろいろですね、映画のポスターとかですよね。はい。で、これ見てて、あの宝塚が結構多いんですよ。まあ、非常にですね、宝塚人気あるので、ぜひね、ちょっとあの調べてみました。ここ高いですね。はい。 はい、でこう見ていただきまして、ディナーショーですね、月組。チケットホルダーのチラシセットですね。これ、ついてるチラシですよね。でもうこれだけなんですよ。こすごいですよね。はいだから、こういったねあの宝塚のディナーショーとかのねチラシを持ってる方ね、ね出品していただければ確実に売れると思いますので、ですねぜひ、ね、出品していただければいいかと思います。はい はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニアをプレゼントします。えー、ニックネームがスタンプお願いします。それと、えー、0円転売コミュニティですね。興味ある方ぜひお待ちします。はい、えー、あと、YouTube からしても一切受け付けていません。LINE アー登録によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。